2月25日の土曜日の、ライブ終了後でございます。皆さんこんばんは。ね、何にも考えないでね、こうやってやるからね。あれ来なかったの。そう、あのライブ中には言ったんだけど、なんだっけ、星空ちゃんがね、星空ちゃんがくれたね、星空ちゃんがくれたね、なんだっけ星空ちゃんが飯テロカロリー祭りカロリー祭りの時にくれた、お吸い物、お吸い物がね、5袋入ってたの、その中に。で、それは美味しくて、お吸い物いつも飲まないんだけど、私ほとんど飲まない人なんだけど、それを飲んでみたらめちゃめちゃ美味しくて、わ、美味しいと思って、ライブ始まる前とかにお湯でね、こうやって粉入れてお湯こうやってやって、こうやって飲んだりしてるの。美味しくて、すごく。だから100袋買ったの、100袋。で、本当はさ、今日届く予定でさ、結構楽しみにさ、ライブさ、始まる前とかもさ、あれ来てないかなとか思って見てたんだけど、全然来なくてさ、ライブ中も来なくてさ、で、ライブ終わってさ、今さっきさ、見に行ってもさ、まだ来てなくてさ、なんでって思ってさ、アマゾンのさ、とこ見たらさ、今日届ける予定でしたが、届きませんでしたので、26日から3月1日ぐらいの間に届き、3月1日だっけな、3月何日までの間に届けますねみたいな、って感じじゃない。もうもう楽しみにしてたのに、100袋結構楽しみにしていたんですけどね、私結構ショックですね。だいぶショックでございますね。まあしょうがないけど、なんだっけ、あれは食べました、味噌汁じゃなくて、ライブ中に注文した、鶏焼きじゃなくて、ね、言葉が出てこない、今までで言葉が出てこないナンバーワンの日な気がする。なんだっけ、焼き鳥、はい、注文した焼き鳥も鶏の唐揚げ、軟骨揚げも全部食べました。あとはいちごはまだ全部食べてない、もったいないから。でもデザートとして4個食べた4個食べた。そしてもらったね、スープとかをね、もらったね、カロリー祭りの時にもらったスープとかをね、飲みましたね。美味しいね、本当にね、みんなにもらったね、カロリー祭りのね、あのね、箱がね、こうやってドンドンドンってね、家とかにあるわけですよ。で、ここにもあるわけ、ポンって置いてあるわけ、トントンって。そこでお腹が空いたなって思ったら、そこをカサ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 とね、カサ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 ってやってね、取るんですよでもまだあるんですよ。幸せだよね、家でも。そう、家はね、あのね、ドアをね、開けたね、ここのところにあるの。このところにね、あのね、段ボールがこうやってあってね、そんな中にね、みんながくれたものがね、山のようにね、ポポポポって入ってるわけ。幸せだよね。だってね、お腹空いて我慢することなんてないんですもの、だって。お腹空いたな、でもコンビニ行くの嫌だな。我慢しようかな。辛いなって思うことがないんだもん、だって。常に何かある。そうだから、話戻るけど、あのお吸い物のやつ、お吸い物のやつも、あの、私さ、1000袋買おうか悩んでたって言ったじゃん。それもまあ1年しか持たないけど、あの防災のね、あの袋みたいな、防災リュックにね、入れとく人もいるんだって、それを。で、そうするとさ、あのさ、外とかでもさ、そのさ、ちょっとあったかいものが飲めるみたいなさ、いいよね。でも1000袋は困るよね、さすがに。やっぱりどう思う？みんなには反対されたの。でもライブ中のみんなには反対されたの、1000袋って飲めねえだろって
です。私もそう思う。私もそう思うんです。飲めないと思うんですよね。そうなんです。北海道、青森。北海道、青森、岩手。違う、秋田、岩手、山形。よし。沖縄。九州が長崎。九州、長崎。愛媛が四国だから、九州、私が覚えたのは、長崎、九州は長崎、熊本、宮崎、福岡。よし。あと5個はまだ覚えられない。でも長崎は覚えたから、今日。はい。今日、長崎が追加されました。九州。で、四国が愛媛。以上。以上。あ、で、あ、なんだっけ、琵琶湖があるところ。うわぁ。琵琶湖が真ん中にあるとこなんだっけ。栃木じゃなくて、栃木は確か右の方なんだよ。わ、なんだっけ、琵琶湖のとこ。2文字だった気がする。津。津田？滋賀。滋賀。津田じゃない、滋賀。覚えにくいなぁ、死が。死がねえ、琵琶湖。死がない、琵琶湖。死がない、琵琶湖だな。死がない、琵琶湖だな。死がないってどういう意味だろう？微妙ってこと？死が。でも、しょうがないか。死がない、琵琶湖で覚える。死がない、琵琶湖で。なんだっけ。今何分だ？もう7分経ってる。やばばばばば。小野菜でございます。小野菜でございます。一番なんと、モフちゃんでございます。おめでとうございます。おめでとう、モフちゃん。やるか。モフちゃん。モフちゃん。松崎さん。タコさん。タコさん。ルアクさん。クーラーにしよう。よし。一心ちゃん、みーやさん、白玉子ちゃ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 ん、タコさん、タコさん。タコさん打ちすぎだで、ね、あんた。タコさんルアクさん、白玉子ちゃん、あ、松崎さん、ミヤさん、タコさん、白玉子ちゃん、ルアクさん、ふみ兄ちゃん、おちょいちゃん、ああ、そして滑り込みなしということで、ブーミー賞、ふみ兄ちゃんでございます。おめでとうございます。おちょいちゃん欲しいね。おちょいちゃん、あ、おちょいちゃん行ったか？これで滑り込みがあったら、おちょいちゃん行ったかって思ったけど。惜しかったですね、おちょいちゃん。残念、ロト6じゃなくて、ロト6は当たったのか否か。前夜祭かけるおちゃん。ね、またお腹痛くなってきた。クーラーとかつけてるからだよ。前夜祭かけるおちゃん、高野菜モフちゃん、ビンゴモフちゃん、キャリーオーバーです。そして、チェキがモフちゃんと、松崎さん、そしてブービー賞が、ふみ兄ちゃんでございますね。やだ、お腹痛い。すぐお腹痛くなる。すぐお腹が痛くなる。問題。カンタ君は小学生。いつも先生から悪いとこばかりを指摘されます。でもカンタ君は先生に感謝しています。なぜですか？カンタ君は小学5年生。いつも先生から悪いとこばかりを指摘されます。
でもカンタ君は先生に感謝しています。なぜですか？いつも悪いとこばかり。悪いところばかり。あ、ド M だから。お母さんに怒られたいから。先生から怒られればお母さんからこらーって言われるから、それが快感だから。違う？他に思うのは何だろう。他に思うとすれば何？小学5年生。5年。いつも先生から悪いところばかり指摘されます。先生、学校の先生じゃなくて病院の先生。悪いとこばかり指摘されます。おお！君はここの胃が悪いねって小学5年生が言われて、ああ、そんなに僕の悪いところを言ってくれてありがとうって。どう？答え。病院の先生だから。はーい、イエスイエス。自分の病気を教えてくれる先生だから感謝している。すげえだろ。5 4 3 2 1バイバイ。お腹痛い。